安平軍は朝鮮民主主義、人民共和国間を温度に属する軍である。日本海に面しており、ミサイル発射基地となった、旗大霊がある。半島を東北から西南に横断する、潔打霊地交帯の東北端部にあたる。軍の西部は馬駅霊山脈がそびえ、南部、東部の山海は、大白山脈の起点となっている。潔打霊構造国を北に流れ下った、 南大川が下流部に開いた安平平野に軍の中心がある。西南にはかつての軍域であった高山軍、東南で道を納め峰を越えて和洋軍と隣接。海側では東に通り川軍、北に元山市が隣り合い鉄道で結ばれている。西には白岩山などの山海を隔てて報道軍がある。朝鮮王朝時代には環境道、日本統治時代には 環境南道の最南端に所属していた。1946年に関本土に編入され、1952年の区域改変によって西南部が高山軍として分割された。高山軍を含む歴史的な安辺軍は古来朝鮮の中央と環境道を結ぶ潔ゆたみね、関本土内陸部に向かう鉄霊といった要衝を控えた地であった。近代にも 京城と元山を結ぶ軽減船が、潔うた峰を越えて、軍内を通過しており、東海北部線が安ペン駅で分岐して海岸沿いに、南下していた。この節の出展1945年8月15日の時点で、安平軍は7面から構成されていた。現在の安平軍は一遊、二労働者二28里からなる。軍の中心は、アプカン労働者区。 ありがとうございます。